ハバナの戦いは7年戦争中の1762年6月から8月にかけてイギリス軍によるスペイン領ハバナの包囲と占領。ハバナは当時スペインのカリブ海における海軍の拠点であり、その占領はスペイン海軍に著しい損害を与えた。その後、1763年に戦争を終結させたパリ条約によりハバナはスペインに返還された。 7年戦争に参戦しようとしたスペイン王カルロス3世は、戦線布告の前に、スペインの植民地をイギリス海軍から守るための準備をした。彼は、フアンデプラドを、キューバの守備の総指揮官に任命し、デプラドは1761年2月に、ハバナに入って、要塞を強化した。1761年6月、グティエレでエビアヒキール。 戦列艦7隻が2個不評連隊の増援とともに、ハバナに到着したが、大熱が流行して、後位戦の時には、兵士3850人、会員5000人、民兵2800人に目減りしていた。ハバナは当時、西インド諸島において、最良の港であった。その入り口は、幅が180メートルで、長さが800メートルと広く、港内に、 戦列艦を100隻停泊させることは簡単だった。また、ハバナには一等艦を建造できる造船所もあった。ハバナの入り口は強固な要塞二つにより守られていた。北側のカバの素山にあるのは、モロ城で、砲台64門があり、700人が駐留していた。南側は、サンサルバドルデラ・プンタ城があり、また、領城の間には防災があった。 ハバナ自体は南側にあり、周りに長さ5キロメートルの城壁があった。スペインと海戦してから、イギリスでは、ハバナへの侵攻の計画が立てられていた。アルベマール伯爵ジョージ・ケッペルが遠征を指揮し、ジョージ・ポコックが艦隊の指揮官に就任した。計画はまた、ジェフリー・アマーストに、アメリカから4000人の遠征軍を派遣、8000人を、 フランス領ルージアナ攻撃に送り出すことを求めた。4365人の遠征軍は2月に集結し、3月5日にイングランドのスピットヘッドで兵員運送船64隻に乗って、戦列艦7隻と共に出港、4月20日にバルバドスに到着した。5日後、遠征軍は直近に征服した。 マルティニークのフォールイコールロワイヤルでまだ8461人、残っていたロバート・モンクトンの遠征軍と、ジョージ・ロドニーの戦列艦8隻と合流、総勢15隻となった。5月23日、サンドマの北西に着いた遠征軍に、ジェームズ・ダグラスが、ジャマイカのポート・ロイヤルから火星、今やアルベマール博の遠征軍は、戦列艦21隻、他軍艦24隻、 その他の船168隻、正規軍12,826人、雇い船員3,000、会員14,000万 4, という大軍になっていた。ハバナの地図6月6日、イギリス艦隊は、ハバナに接近した。イギリスの戦列艦12隻はすぐさまに、ハバナへの入り口を封鎖した。進行計画は、北側のモロ城を正式な防番風の包囲船で、 落として、スペインに降伏を強いるというものだったが、要塞が、岬の上に位置し、海側から参壕を掘り進めることが不可能で、さらに大きな溝があって陸上からの進攻を、防いでいることを考慮に入れなかった。プラドとヘビア率いるスペイン軍は、イギリスの大軍に驚いて、地対戦術を取り、救援軍か、イギリス軍に応熱が蔓延するかハリケーンが、イギリス艦隊を散らすかを期待した。 このため、スペイン艦隊が、校内に留まる代わりにその艦員や奉仕たちは、諸城とプンタ城に駐留、海軍の士官が指揮を取った。戦艦の大砲や火薬も療養祭に移動された。一方、町の守備には、正規軍がついた。水路の入り口は防災で塞がれ、さらに状態の悪い戦列艦3隻を防災の後ろで自沈させた。諸城の重要性は、 スペイン軍も気づいていたので、その守備を最優先としたのであった。6月7日、イギリス軍は、ハバナの北東に上陸、翌日に西へ進軍した。スペインの民兵隊は蹴散らされ、その日の終わりには、ハバナの外縁に着いた。スペイン側では、ルイス・ビセンテ・デ・ベラス・コイ・スラが、モロ城守備の総指揮官に任命された。 1589年に築かれた諸城2006年撮影。6月11日、イギリス軍はカバノス山にあるスペインの古類を強襲占領した。ここでようやく諸城の強固さに気づいたイギリスの指揮官は翌日に工場兵器が到着するとカバノス山より約7メートル高いらカバナ山で砲台を築いた。ラカバナ山は 戦略的な用地であり、スペイン王がプラドへ直に、ラ・カバナさんを要塞化するよう命令を下したにも、かかわらず、なぜか、スペイン守備軍がおらず放棄されていたため、イギリスに占領された。6月13日、イギリス軍の一隊は、港の西側にある、ラ・チョレラ島に上陸した。その頃、公兵のパトリック・マッケラー大佐は、モロ城の工場について考えていた。 残豪を掘ることが不可能だったため、彼は、諸城の排水口に向けて、強壁を築くことを選択し、それが完成すると、諸城の両方を爆破してそのまま軍がなだれ込む、作戦を立てた。22日、10十12十門と9三38門を含むイギリス砲台4つが、ラ・カバナ山から諸城へ砲撃した。砲撃の援護もあって、 マッケラーは強壁を徐々に排水口へ前進させた。29日までにイギリス軍は毎日の砲撃の数を500発まで上昇させ、ベラスコは毎日約30人の兵士を失った。スペイン軍は毎晩要塞を修復していたが、その仕事がハードすぎて3日ごとに兵士を交代させなければならなかった。ベラスコはこの状況をオプラドに説明して、 イギリス砲台に対する強襲が必要であることを納得させた。29日の例明スペイン軍988人がイギリス砲台を後ろから奇襲したが、イギリス軍はすぐさま応戦して、スペイン軍を追い出し、砲台の損傷を最小限に抑えた。モロ場外のイギリスの工場砲台、ドミニクセレス作。七月一日、イギリス陸軍と海軍は同時に、 諸城へ攻撃した。海軍は、戦列艦4隻を派遣して、陸上の砲台とともに、諸城へ砲撃したが、諸城が山上にあるため、艦砲射撃の効果は弱く、逆に諸城の大砲30門の反撃で死傷者192人と、戦列艦3隻沈没という損害を出して、撃退された。一方、陸上からの砲撃の効果ははるかに高く、 その日の終わりには、モロ城のイギリス砲台に向けている砲台のうち、三門を除いてすべて破壊された。二日、イギリスの強壁が炎上して砲台が崩れ落ち、強襲の危険が一時去ったためベラスコは木に乗じて、砲台や城壁を修復した。ハバナに到着した以降、イギリス軍は大熱に悩まされ、すでに実力が半減していた。大西洋のハリケーンシーズンがもうすぐ来るため、 アルベマールに残された時間は少なかった。彼は、砲台の再建を命令し、戦艦数隻の大砲を陸上に移動させた。17日までに再建されたイギリス砲台は、ベラスコの大砲を2つ除いてすべて破壊した。大砲の援護なくして、スペイン軍には城壁を修復する術がなかった。マッケラーは、工場兵器の建造を再開したが、軍の状態が悪く、 建造は、干漫にしか進まなかった。イギリス軍の唯一の望みは北、アメリカからの増援であった。20日、工場兵器の建造が進んだことで、イギリス軍は、モロ城の右の方にある両方の爆破を準備することが、できた。一方、スペインからの抵抗がなくなったイギリス砲台は、毎日600発もの砲弾を撃ち、スペイン軍に60人の死傷者を出した。 砲台の破壊に失敗したベラスコは、イギリスの工場兵器を破壊することが、唯一の望みとなり、22日の朝4時に、スペイン軍1300人がハバナから出撃して、モロ城の周りの工場兵器を攻撃したが、このソーティ攻撃は失敗した。24日、アルベマールはベラスコに降伏を勧告。彼自身が、降伏文書を起草することを許可したが、ベラスコは、 武力行使で解決すると返答した。ウィリアム・ケッペル、モロジョーの教習、ジョシュア・レノルズ作。7月27日、バートン大佐率いる北アメリカからの増援がようやく到着した。道中でフランスに襲われ、約500人が捕虜になったが、それでも数千人いた。29日、モロジョーの両方の近くでイギリスの爆弾の設置が完了した。 アルベマールは突撃を一回命令してベラスコを降伏させようとしたがベラスコは逆に必死に反撃して海上から排水溝にいるイギリス軍を攻撃しようとした30日の朝2時スペインのスクーナー2隻が海上から排水溝を攻撃したが失敗して撤退した13時イギリス軍はようやく爆弾を爆発させた爆発の破片は排水口に散乱していたが アルベマールは通過は可能と判断して、エリスグリの西兵699人を両歩へ送り出し、スペイン軍が反撃する前に16人が両歩に到着した。ベラスコは両歩へ急いだが、乱戦の中で重傷を負った。イギリス軍がモロ城を占領すると、ベラスコはハバナへ運ばれた。スペイン領ハバナの紋章31日の21時、ベラスコは 戦傷が原因で死亡した。イギリスは今やモロ城を占領したので町への攻撃も湾への攻撃も自由にできた。イギリス軍はモロ城から,らカバナ山にかけて砲台を築いて砲撃を準備した。8月11日、プラドがアルベマールの降伏勧告を拒否するとイギリスはハバナに砲撃した。イギリスの大砲47門。 九砲十門と曲者砲五門がハバナから500メートルから800メートル離れた場所から一斉に砲撃して日没までにラプンタ要塞の抵抗は沈まった。プラドには降伏の選択肢しか残されていなかった。8月12日から13日までの降伏交渉を経て、プラドは軍の栄誉を保持して降伏した。ヘビアが艦隊を燃やさなかったせいでイギリス軍は スペイン艦隊を無傷のまま露くした。8月14日、イギリス軍は入場した。イギリスは、スペイン領西インドにおける最も大事な港を占領しただけでなく、その軍備、1828,116スペインペソの資金、そして約100万スペインペソの商品を獲得した。さらに、スペイン海軍の戦列艦の2割に当たる10隻、フリゲート3隻、 他戦艦9隻や多くの商船を六角した。さらに、ドックに止まっていた、ミシュン港の80門艦サンカルロスとサンティアゴも六角した。ハバナで打穂されたスペイン艦隊、1762年8月から9月、ドミニクセレス作。イギリスは包囲船で2764人を失ったが、10月18日まで、さらに4708人が病死した。 最も損害の著しい旅団は来た。アメリカに移送されたが、到着して1ヶ月以内でさらに360人が病死した。戦列艦は3隻が砲撃の損傷により、再使用不能の状態になった。戦後すぐ、スターリングキャッスルはもはや高校に敵しないとして、スクラップされ、マールバラは包囲中に受けた攻撃により大西洋で沈没、テンプルは、 修理にイギリスへ戻る途中で失われた。プラドとヘビアはスペインへ戻った後、軍法会議にかけられ、有罪とされた。ハバナと西キューバを失ったことはスペインにとって大打撃となった。経済的な損失だけでなく、植民地帝国の名声が地に落ちたことも大きかった。この敗北とイギリスによるマニラ戦領は、スペイン領西インドとスペイン領東インドの主婦が、 同時に失われたことを意味し、イギリス海軍の優位とスペイン帝国の脆弱さを明らかにした。ジェンキンスの耳の戦争がイギリス政府に軍の見直しを迫ったことと同じく、7年戦争により、スペイン政府は軍の見直しの必要を痛感した。ハバナとマニラは1763年のパリ条約でスペインに返還されたが、スペインは フロリダとミノルカ島の割譲を余儀なくされ、マニラ返還の代償金を支払わなければならなかった。スペインは、フランス側で参戦したこととフロリダを失ったことの保証として、フランスからルージアナを割譲された。ドミニクセレスなど多くの画家が、ハバナの戦いの絵を描いた。ありがとうございます。